どうもこんにちは、皆さん。今日はね、ふとちょっと思ったことがあったんですよ。なんかある日、洋服に狂った先輩がジャケットを着てて、ようだ、メンズはやっぱアームホールが小さい方がいいでって言った瞬間、なんかアームホールっていう言葉が僕の中ですごい引っかかったんですよ。いや、特に何も意味はなくて、全く。なんかアームホール、まあつまり腕の穴、つまり至極真っ当な言葉なんですけど、なんでしょうね。なんか、あれって引っかかっちゃって、別に悪い意味じゃないですよ。悪い意味じゃないですよ。これちゃんと先輩見てるんで言いますけど、別に悪い意味じゃないですからね、先輩。で、この引っかかりって、俺以外にももしかしたら、いろんな人にあるかもしれない。そう思ってちょっとインスタで募集してみました。でもなんか、あえてですよ。あえて、生意気だなって思った服の専門用語。生意気っていうワードを使ってますけど、多分こういう風に投げかけた方が、見てる人たちからしたら多分すんなり頭に入るだろうなっていう、思って、このワードを使っただけですからね。じゃあ他の人たちを紹介する前に、じゃあ僕が生意気だなって思ってる、あの服のワードを一つ言っていいですか？言います。ブレイシーズです。意味はサスペンダーって意味なんですけど、アメリカの英語かイギリスの英語かによってそのワードが違ってて、なんだろうね、慣れてないせいか。ブレイシーズってなんかすごい鼻につきません？なんか社会人1年目の時にちょっとスーツにちょっと携わってまして、でなんかすごい40過ぎたすごいベテランで、まあなんかかっこいい上司がいたわけですよ。でその人が、ヨコさん、サスペンダーってもう一つカッコつけた別の言い方があるんですよ。え、何ですかそれ、知らないでしょって言われて、知らないですって、ブレイシーズって言うんですよ。で当時やっぱ若かったんでね、なんかそういう言葉を聞くとすぐさま使いたくなるんですけど、でもなんか俺みたいなひよっこが使うとすごいダセーなっていうのがすごい頭の中でピンときてたんで、まあ慣れるまではサスペンダーっていうワードで通してたんです。でするとね、いるじゃないですか、なんかいかにも理系出身したかのような黒縁かけてジェルでオールバックな、なんかちょっと賢そうな顔立ちの人、そういう人に限ってそういうワードをすごい使いたがるんですよ。もうなんかね、なんか何もなかったようかに、いかにも知ってますってみたいな当たり前な感じで、あ、ブレイシーズ、そのスーツいいねみたいな、あ、ツータックでダボっとしててブレイシーズって言ってるんでしょ、かっこいいじゃんみたいななんやお前みたいな。でちょっと話戻しますけど、でその上司がね、品のいい40代のかっこいい上司がもう一つ教えてくれて、ヨコさん、パンツ、いやスラックスってもう一個カッコつけた言い方があるんですよ。なんだか知ってますか？いや知らないです。それですね、トラウザースって言います。はい、それだけです。まあ、ぜひね、僕の視聴者層はね、18歳から34歳の視聴者層の割合がすごく多いのでね、ぜひ皆さんにはトラウザーズとブレイシーズを学んでね、当たり前のようにみんなの前で使ってほしいですね。人によっては多分グーパン飛んでくるかもしれないんですけど、まあ気にしないでどんどん使ってほしいです。はい。オールドユニクロ。もう、そういうのが出るんですかね。オールド何々。よくありますよね。ギャップとかいい例じゃないですか。オールドギャップ。いや、確かに。いや、まあでもこれはちょっと僕は生意気だとは思わなかったな。オールドユニクロ。直訳すると古いユニクロ。でも確かにオールドがつくだけで、たった一つの何気ないワードなのに、ね、偉そうな感じに見えてくるんですかね。言葉のチョイスって難しいな。同じ意味なのにいろんな呼び方あるところ。B2 とか。B2、ニット帽じゃなくてね。B2 っていうね。でもなんか、ちゃんと B2 って言えば、あなたもストリーターじゃないですか？ほんと。で、スケボーを持って、で、なんか、B2? 深くかぶって、で、なんか、ガム噛みながら、この B2? あ、これ？これ？あれ？ステューシー。これとか、めちゃくちゃ調子よくて、ワードローブ、これ一択です。このレザージャケット、春に買ったんだけど、めちゃめちゃ調子よくて、俺の持ってるパンツたちと、かなりワードローブ合うんだよね。テーパード。じゃ、なんて言うんじゃん。このあのラインをなんて言うんじゃん。お尻から裾にかけてすごい細くなっていたパンツって言えばいいんか。テーパードパンツぐらい許してあげてよ、ほんと。はい、皆さんこれですね。テーパードパンツ。嘘。お尻から裾にかけて細くなっていくパンツです。まあ、多分わからない人も、まあ、中にはいるだろうなと思って。で、これね、見てください。これ何年だったっけ？で、これね、1994年製のコムデギャルソンオムの2タック。つまんでこれですね。2本入った2タックのパンツなんですけど、このダボっとしたこのラインね、このラインがすごい綺麗だから、履いた時にベルトじゃなくて、ブレイシーズで釣って履くと、めちゃくちゃここのラインが縦に吊るされて綺麗に見えるのでおすすめです。サスペン、ブレイ、サス、
サスペン、ブレーシーズ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 、エフォートレス。うわ、エフォートレスってどういう意味だったっけ？なんか、三色ショッピング好きそうな感じの界隈の人たちしか使わなさそうな言葉だからさ、ちょっと意味忘れちまったね。あ、あれですね。エフォートが努力って意味で、レスが少ないって意味じゃないですか。だからつまり、頑張りすぎないファッションって意味ですね。こんな感じで。はい。頑張りすぎてないファッションが、やっぱり、世間一般の皆様にね、受け入れられるというか、モテるというか、マッチングアプリで初めてデートするときに会いに行ってもね、いい感じにこう、マッチするようなデートの方でになるんじゃないでしょうかね。はい。言ってんだ俺。ウーマンズをウェメンズって読むこと。まあ、確かに慣れてなかったら、ね、ちょっと引っかかっちゃうかもね。自分もなんか H&M でバイトしてることがあって、それまでは、女性系を全部レディースだったんですよ。大変今日ウィーメンズね、つって言われることがあって、レディースか、みたいな。服じゃないけど、ディグル。確かに、自分もそのディグルって聞いたときは最初何言ってんだろう、こいつって思って、ポケモンのディグダがちょっと頭に浮かんだけども、全然意味違った。ほんと。ちょっと調べてみましょう。自分もね、ニュアンスしか知らなくて、意味そんな理解してるわけではないんですよ。ディグっていうのが、掘るっていう意味らしくて、つまり情報を探す、発見する、発掘するっていう意味で、お前さ、めちゃくちゃいい服着てっけど、その情報どこでディグってんだよ。みたいな感じですかね。使い方合ってます。ルル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 ルセール。もうこれお店行ったらもう生意気だらけじゃないかよ。SALE セール。こりゃもうプロバーでしか買えないな。ミストコンディション。あ、今見たね。この靴見たね。その心笑ったね。今僕を見ているはずが、この靴をあなたは見ました。そう、視線誘導。つまりミスディレクションのことです。はい。何なんだろうね、ミントコンディションって。あ、なるほどね。車の意味で出てきました。ミストコンディションって呼んじゃったんですけど、ミントコンディションとは自動車において新品同様の車のことを指すっていうことです。で、大体中古車に対して用いられるそうで、服だとやっぱり古着だったりとか、ヴィンテージとかに使われるのかもしれないですね。あ、この服はミントコンディションですね。素晴らしいって言って、こうなんか買い取りとかやるんですかね。知らんけど。いいね、勉強になるね、そういった意味では。横チル大好きです。おいおいおい、これのどこが生意気なんだよ。ちょっとよせよ。そんなん言われてもね、全然嬉しくないから。もうやめてほしい。もうほんとそういうのだけはもう勘弁してほしい。ありがとう。ディティール。店でこの言葉わからん奴には、うらんってふるいにかけられたから。そんな店あるの？何？ストレス溜まってんのかな、その店。ちょっと話聞いてやろうか。でもなんか、あ、待って。ディティールね、もう一人送ってる人いたよ。ディテール。で、これ正しくはなんか、ディティールじゃなくて、ディテールらしいね。知らんけど。まあなんか、ファッション界隈にはね、その言葉遣いっていうか、正しい言葉を使ってほしいっていう人がかなり多数派なんでね。ディティールかディテール、ちっちゃい意があるかないかのあれですけど、まあ、頭の片隅にでもインプットしておいてください。オッケー。千鳥格子、横文字とか出せ、ガキかよ、感があってムカつく。もっと生意気にしてやろうか。千鳥格子、またの名をハウンドトゥースと言います。レングス、あ、まあ、パンツの長さって意味ですね。タックイン、あ、シャツをまあ、こう、インすることですね。パンツ、まあ、ズボンって意味ですかね。ショーツ、短パンでエアローが、短いパンツってことですね。センターベンツ、サイドベント。ちなみにベンツっていうのは、このジャケットの、この部分ですね。これ今、はい。真ん中でこうパッキリ割れてるじゃないですか。これだからセンターベントです。で、サイドに2箇所切れてるのもあります。それサイドベントって言います。で、ちなみにこの切れ込みがないのをノーベンツって言います。SS、AW、春夏秋冬って言え。SS っていうのはスプリングサマー、AW っていうのはオートンウィンチャー。つまり春夏か秋冬って意味です。直訳すると。ヘビーローテーションの略で、めちゃくちゃローテーションかなりきます。めちゃくちゃローテーションしますよって意味です。エステル、ポリエステルの略ですね。だいたい慣れてる人はエステルって略しています。いい感じにダサくない？以上を踏まえ。わおー、お疲れー。そのセットアップ貼ってたんだ。いいね。それ SS だっけ？AW か。いいね。かっこいいね。ウールエステルハウンドトゥース、三つボタン段階ジャケット。ちょ、横見て。あ、それサイドベンツなんだ。センター多いよね。普段このブランド。ね。いやー、でもやっぱり、ねえ、パンツかな。なんか、俺セットできるんだったらショーツの方がいいんだよね。ね。しかもなんかさ、ちょっとレングス長いしさ、ちょっとダボっとしすぎてるし、いい感じにダサいよね。ね、いい感じに。え？いやいや、冗談だって、ほんと。まあ、あれでしょ、絶対ヘビロテするっしょ。
わかる。なんかお前が持ってるワードロープとめちゃくちゃぴったりマッチングアプリしそうだもん。すっげえわかる。もう俺お前のクローゼット全部覚えてんから。おう、まあでもちょっと聞いて、そのパンツさ、ボックスプリーズじゃん。でかなりダボっとしてるじゃん。絶対ね、ブレーシーズで釣った方がかっこいいよ。パンツのラインすげえ綺麗に見えるから。おう、頑張れ。終わろう、もう疲れちゃった。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。